冬の味覚の王様とも言われるズワイガニの底引き網漁が庄内沖で盛んに行われています。庄内沖のズワイガニ漁は先月6日に今シーズン初の水揚げが行われました。鶴岡市の由良漁港では波が穏やかな日の深夜に底引き網漁の船が出て夕方頃に帰港します。水揚げされたズワイガニはサイズごとに仕分けられ、甲羅の幅や重さなどが基準を満たしていれば、県がブランド化を進める庄内北前ガニとして認定・出荷されます。県漁業協同組合によりますと、先月のズワイガニの水揚げ量はおよそ16トンと去年の同じ時期に比べて少ないということです。庄内沖のズワイガニ漁は来月いっぱいがピークとなる見込みです。